カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、蒲田駅から歩いてすぐのところにあります村かりーたさんに行ってまいりました。こちらのお店は蒲田にできた初めてのスープカレー屋さんで、3月にオープンした新店舗となっております。僕のねツイッターのアカウントで隠れた名店教えてくださいみたいなので、結構皆さんからどんなお店ありますかって聞いてる時にも、村かりーたさんできて美味しかったですとかいう声も多かったので、本日行ってまいりました。ご覧ください。本日のカレードン。こちらが村かりーたさんのメニュー表。メニューの方は各3種類で、チキンスーププラス6品目、10品目、14品目、そしてエビだしスープに変更できます。辛さの種類は5段階で、トッピングの方もあり、その他、ザンギ定食や特別メニューの方などもあります。本日は10品目のエビだしスープに変更、辛さ5辛でチョイス。スープカレーの王道スタイル、ゴロゴロ野菜に、ライスの方もしっかりの分量。それでは本日もいただきます。まずはそのスープの方から。一口食べると辛味、エビの風味で本日もうまし。ライスとの相性ももちろん抜群で、まずは野菜のヤングコーン、人参、ブロッコリー、ズッキーニの方から。大きさもしっかりとした大きさで食べ応え十分。その他豆やじゃがいも、そしてごぼうにナスなど大きめ野菜に目が光る。その後はホロホロタイプのチキンの身をホロホロして、そのまま身を食べてみたり、ライスと一緒に食べてみたりすると、口の中に広がるエビの風味とチキンの旨味で最高。エビだしスープのエビの香りをしっかり含んだスープは辛めでもうまし。そして最後にこちらのでっかいトマトの方をしっかり潰していき、そのまま食べてみると、またこれすごい味変。トマトの酸味やフルーティーさ、そして辛さの方も和らぎ、また違うスープに変身。蒲田発のスープカレー専門店、村かりーたさん、今後もとても楽しみなお店。本日も満腹ごちそうさまでした。エビおすすめ、トマト潰して美味しかったです。今回ちょっと初めて伺うのでチキンスープにしようかなと思ったんですけども、あえてちょっとエビの方おすすめって書いてたので、エビの方にしてみました。で、辛さの方も、ちょっと辛めがいいかなと思いまして、一番上の5を選んで辛めにして食べたんですけども、結構ねしっかりと辛みも感じれますし、あんだけしっかり辛みも感じれつつ、エビの風味もしっかりと感じれるということで、エビのね出汁は本当に美味しくておすすめでございます。ちょっとねパンチのあるタイプのスープカレーでございまして、ニンニクが効いてるとかではないんですけども、辛みにしたのが良かったのかなと思いつつ食べ進めていって、途中でねあのトマトを潰してこう味変するっていうのが、こう途中で辛くしたからこそ余計にその違いもしっかりと感じれるような、トマトの大きさだったり酸味も感じれますし、ちょっとまろやかにもなるし、こう混ぜ込みすぎずにその部分だけこういただくみたいなので、ちょっと部分的にも味だけ変えてみたりとかね、結構いろいろできるんで、本当にあの美味しいスープカレー屋さんでございました。蒲田にね確かにスープカレー屋さんってちょっとねないので、ぜひ皆さんも行ってみてください。一応限定50食って、扉のところに書いてたので、売り切れもあるということなんでね、その辺注意しながら伺ってみてください。はい、というわけでカレーにとりこの生活した、インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。